はい、まあ、気象学委員会は今年はあの経済地区室に所属しているので SX サステナビリティトランスフォーメーションについて、事業を推進するということで、事業構築を行いました。その中でも、まあ、社会の持続性と継続性というところを捉えると、まあ、カーボンニュートラルは必ず、実現しなければならない目標だろうというところを考えてカーボンニュートラルに関する地区事業を行いたいとこのように考えました。SX という概念を、まあ、あの考え方をどうやったらこの社会に根付くことができるのかっていうのを考えるのにあの担当副委員長と一番悩んだところでした。あのどんな風にすればそれが実現できるのかっていうのが本当に最初は捉えどころが分かっていなくて一生懸命2人で勉強したなというのが正直なところです。はい、エピソードが何かあればお聞かせください。まあ、今回の事業はあの菅義偉前総理にあのご登壇いただくっていう機会を得ることができました。その、まあ、お願いするにあたって、まあ、これまであの自分自身が、まあ、生きてきた中で培った人脈を、まあ、プロに使わせてもらったなと思っているところなのでそれはあの自分なりにはあの過去の経験とあのが生きたなというように思ったところでした。でそれが実現したことによってまた副委員長もあのより気合を入れてもらってあの頑張ってくれたんじゃないかなというところはあの嬉しいなと思ってます。来年以降、はい、このビジョン、はい、あの、まあ、カーボンニュートラルを進めていくためには、まあ、まずは排出量を、まあ、どう把握してでそれをどう減らすかっていうことを考えるべきなのであのそういうことが把握できるような、セミナーとかそういうことを開催できればいいんじゃないかなと。でまた千代田区自身もカーボンニュートラルに取り組むという事業を行われますのでそれについても積極的に参加してあの区長とも協力しながら進めていければいいなと思っています。なんかこう変化を感じられた部分もあれば、はい、あの社業も忙しい中でなんとか時間を作ってくれてかつあの私が思いもしなかったアドバイスなどあのまた事業構築をしっかりとしてもらって本当にあのすごく頼りになったなと思っています。あのその上でどんな成長したかっていうところでいくと私から見ているともうあのいつでも委員長できるあのレベルになったなと思っています。何という答えも含めて一言お願いします。はい、あの至らないところも多々あってご迷惑をおかけしたところもいっぱいあるんですけれどもあの皆さんのご協力があってなんとか成り立ったと思っています。あの本当にあの感謝申し上げたいと思っています。ありがとうございました。明るい豊かな社会の実現を目指して JCI 東京